吉田さん、その通り。えー、多分この大工さんを求めてくださるようなお客様とか、それから親会社ってのは、世の中どっかにいるんですよ。でも、探せばいるよって言われたらね、探しきれない人生ってのもあるわけですよ。それこそインターネットでも探しきれないし、いろんなことを手を尽くして人脈を尽くしても、正解にたどり着かない。その前に時間がなくなってしまう人ってのもいるんですよね。で、そもそも探してる間も、 日々の食い物はいるわけですから、本当人っていうのはね、あの他者にはアドバイスはたくさんできるんですけども、でもそんなアドバイス受けるまでもなく、もうやってるよっていうのも現実なんですよね。特に自分の生命や財産を守るために、ひしこいて稼いでる人がね、ちょっと相談を受けた人より頑張ってるはずなんですよ。まあ、ですんでね、私のアドバイスぐらいで、あ、わかりました、解決しました。 っって言うんんんだったらほんねん簡単ななことはないんですよね一緒に探してもなかなか見つからないし理想の仕事にはなかなかたどり着かないしあったと思ったらそこは店員で今ちょっと募集してないんだよねってことになったりとか世の中ってのはパズルがカチッと組み合わさるようにはなってなくってそれこそほとんどの人がね思っても見なかったような現実に放り投げられてるっていうのが本当のとこじゃないかなと思うんですよ。でももどんなことをやっても本人の努力が 足りなくてもね最終的にはそれが見殺しにされるんではなくて国があるから大丈夫だっっててていいうう風なな優ししさは残ってて欲しいなと思うんですよで、すよ建前ではありますけども私たちは何のために税金払ってるかっていうと私たち自身が私自身がねピンチになった時に払ってきた税金で助けてもらうためもっと言ったら自分が払ってなくても他の人が払った税金によって助けてもらうっていう相互扶助の 原理でで国っってていうのに成り立ってるはるずなんですよじゃなきゃ国っていう存在はいらないですよね。この国に存在する全ての人がこの国の恩恵に預かっているはずですし預かっていいと思うんですよ。まあ、例えばね外交ってものがありますけども国ってものが機能しなかったら他の国が日本を攻めてきて終わりですよ。でも日本には軍事力があったりとかね それから外交能力があるからすぐには攻められない体制を取ってるわけじゃないですか。じゃあ外交や国防は誰がやってるのって言ったら建前としては私たち一人一人が使うかどうかわからない国防費とか外交費っていうものを払ってるわけですよね。でそこには外交によってちょっと修学旅行みたいなことをしたりとかねちょっとお金を無駄遣いするような官僚とか政治家がいるのも飲み込んで払ってるわけなんですよね。まあもちろんこれは国際発行でやってるっていうね理論があるんで まあそっちを言われたらもうねこの話ってのは途中で終わっちゃうんですけどもどちらにしても建前上は私たちが税金によって税金で働く人を支えてるっていうふうなね建前があるわけですよね。で払った税金の全てがバックされてるわけではないんで実際に自分は全くう払った税金の恩恵を受けてない払いっぱなしなんだけどもでも誰かが助かってるという現実があるから万が一自分にことが訪れた時でも「あ国があるから大丈夫だな」 って思える。だから思思い切って挑戦でできると思うんですよね、うん。まあ何を言ってるかねだんだん分かんなくなってきましたけども結局ほとんどの人があの思ったような人生描けずにいるし最大限自分の善知善能を尽くしても能力が足りなくてこぼれたりするっていうのはほとんどの人だと思うんですよほとんどのねでもなんとか飢え死にせずに生きていけるのは国っていう仕組みがあってそれをみんなが共有してるからかなと思うんですよ まあでも最近はねその国っていう仕組みもあんまり良くなくなってきてるっていうふうな形で国民における恩恵っていうのがほとんどなくってただねあのむしり取られてるだけみたいなところもありますけどねまね、あ、もちろん私みたいにどう見ても贅沢な暮らしを送ってる人間が「税金が高いぞ」って言っても説得力ないんですけどもでも平たく考えてねあの頑張ってる人が報われてない世の中っていうのは、まあ、自己責任と言葉では片づけない方がいいなと思ってるんですよ。 でそもそも自己責任自己責任って言うんだったら生まれながらにして自分で自分のことをね生かせないような人ってのははい死んでくださいって話なのかってことになるわけですよだ一部に自力でやっていけない人もやっぱりねおせっかいながら何とかしましょうかって人がいて成り立ってるのがこの社会ってもんだと思いますしその社会の枠組みをきれいにまとめるのが国っていう仕組みなのかなと思うんですよねだからねあのほとんどの人は 税金払った以上に恩恵を受けけてるわけですよでもそれでいいじゃないですかねあのそれぞれあの他の人にはできないことをやっていますしそもそも役に立たない人だって生きていて十分いいんだよって言えるようなところまでね私は来てほしいなと思います、うん、人っていうのは生まれた瞬間から誰かの役に立ってるわけではないですし死ぬギリギリまで社会の一翼を担ってるわけではなくて人生の半分は停止期間ですからねそう考えたら大差ないわけですよ 大金持ちもも普通の人もだから貧困だとかロスジネだとかそんなねお金があるとかないとかで人をバカにするようなそんな世の中はなくなってほしいしそれから運よくお金が稼げた人もね自己責任だとか言って自分が何者かになったようなことを振りかざさないようなそんなね私も人間になっていきたいなと思いますただやっぱり私もねいい気になる時があるんでこういうふうな動画でね自らお帰り見てるんですけどね はい、ちょっと真面目な話しちゃってすいませんでした、はい、うんなかなか四角四面な世の中でございますよ、はい、じゃあいってらっしゃい。